それにパイモン、この声はナビアまさかこんなとこで会えるなんてね。今日はどんな予定なの？そっちはどうなんだ？今もポア村長再建のために忙しくしてるのか？再建の方はもうほとんど終わってるんだけど、まだちょっと仕事が残っててね。だから最近はずっとポア村長とこっちを行ったり来たりしてるの。必要な材料を注文したり、工事のスケジュールを確認したり、保証条件について被災者と話し合ったり。そうね、フォンテーヌ邸から被災者への救済金は支払われたけど、ポア村長の管理者としてスピナディロースらも責任を担うべきだと思って。まだ私たちも懐が寂しいから、保証については書面で約束して後から給付する形にしかできないけど、それでもとにかく態度で示さないとスピナディロースらを信頼してもらえなくなっちゃうでしょ。さすがボス、責任感が強いな。でもそしたらめちゃくちゃ忙しいんじゃないのか？そうなんだよね。毎回町に来るたびやることだらけでさ、しょっちゅう何かを忘れちゃうの。だから今回はこっちに来る前にマルシラックに習ってやることをメモってきたんだ。そしたらやるべきことがすぐわかるでしょ。それでマルシラックは省略して書いてたから、私も自分なりの省略法を作ってみたんだけどさ、街であれこれしてる間に何が何だかわからなくなっちゃったナビアらしいな。一体どんな風に書いたんだ？ん？見てみる？どれどれ。おい、文字が全然ないじゃないか。これは木の棒の海藻巻きで、こっちは豚の箱詰めか？違う。こっちは前回出荷した漁獲の報酬残金を確認することで、こっちは町で新しく出たバーガーを食べに行くってことよ。そんなのどう考えたってわかんないぞ。アドバイスあんがとうまあ一回ミスったからもう大丈夫なはず。どんなに省略しても書いた本人ならわかるでしょって思ってたんだけど、そうじゃなかったみたいね。おお、まあ次からはミスらないだろう。とにかくほとんどの用事は済ませたの。まだ 2、3 個わからない記号が残ってるけど、多分そこまで重要なことじゃないと思うから、帰って思い出したらまた来ればいいや。じゃあ今からポア村長に戻るのか？うん。あ、そうだ、ちょうど再建の話もしてたし、あんたたちも見に来ない？どうせ別に予定はないんでしょ。船だからサクッと行けるよ。別にいいけどちょっと急だな。お前はどう思う？それじゃあ行きましょう、船着き場へ。おう、おいら知ってるぞ、クレメンタイン船で行くんだろ。純粋船はポア村長の近くには止まらないから、スピナディロースらの船で行くの。うん、ついてきて、案内してあげる。前からずっと聞きたかったんだけどさ、純粋船の3つのコースって全部お前の家族の名前がついてるよな。そうよ、カーレスとナビアは言うまでもないよね。クレメンタインはママの名前なの。お前んちのものならなんでポアソン町に泊まるコースがないんだ？家に帰るのにも専用の船に乗らないといけないなんて面倒じゃないか。それについてはスピナディロースらは商売でポアソン町を通らないからわざわざそっちにポートを作る必要がなかったんだって前に聞いたけど、それにしてもちょっとおかしいよね。そんなに大規模な工事をしたんだからポアソン町行きの線を作ったってよかったじゃないって思うし。だよな、だってあんなに便利なんだぞ。でも現状はこうなんだよね。パパが何を考えてたのかたまによくわからなくなるよ。あの人他人の意見に耳を傾けるタイプじゃなかったのよ。すっごく頑固だったんだから。パパの決めたことは変えられっこないって。スピナディロースらの他のメンバーは提案する権利しかなかったみたいよ。ママも含めてね。ひー、だからお前も昔は仲が良くなかったんだな。うん、かばえる理由なんてなかったもん。ほんと強情だったな。ボス、船の点検が終わりました。いつでも出発できます。よし、それじゃあ行きましょう。着くまでしばらくかかるからおしゃべりを続けましょう。そういや、お前のママはどんな人だったんだ？なんとなく聞いただけだいぞ。お前を産んだ時難産で死んだって言ってたし、印象なんかないよな。いいのいいの、ママの話はいろいろ聞かせてもらったから。みんな言うんだよ、私とママはきっと気が合ったって。ママはすごく前向きでユーモアのある人で、仏頂面のパパとは正反対だったそうよ。だからこそお互いの短所を補い合えたのね。片方はビジネス担当で組織を大きくする、もう一方は内部の人間関係を保つ。スピナディロースらはそうやって大きくなってきたんだって。仲のいい夫婦ってだけじゃなくて仲間だったんだな。うん、まあこれも人から聞いただけだから、やっぱりママを完全にイメージするのは難しいけどね。クレメンタイン戦を見るたびに、ママが生きてたらスピナディロースらもポアソン町ももっと違う感じになってただろうなって思うよ。シルバがさ、名前はある種の刻印で無感情なものにさえ新しい意味を与えるんだって言ってた。それってまさにこういうことよね。最近ね、水にこれほど豊かな感情が溶けてる理由が少しずつ分かってきたの。海を見るのも好きになったよ。大事な人も思い出も海に溶けていったけど、それでも歩みを止めることはできなかった。でも彼らは確かにこの人生に存在して、前に進む理由と原動力を与えてくれた。まあね。やっぱちょっとこの日々には慣れないや。でも前向きでいないとでしょ。私もパパもママもいろんな困難を乗り越えてきた。私は会長なんだから絶対落ち込んでなんかいられないの。さあ着いたよ。今のポアソン町を案内してあげるね。ナビアのやつ大丈夫か？そっか、あれだけ大変な目にあったのに本当によくやってるよな。ボス、お帰りなさい。旅人さんにパイモンさん、またポワソン町に来てくださったのですね。歓迎しますよ。久しぶりだな、フローレント。今はお前がナビアの面倒を見てるのか？面倒だなんて、別に一人でちゃんとやっていけるよ。付き添いはしばらくいらないの。まあ、前までマルシラックが担当してた仕事の一部は確かにフローレントが引き継いでくれてるけどね。手伝ってくれる人がいるとすごく助かるよ。お褒めに預かり光栄です。ご覧の通り、最近はボスを手伝い、ポワソン町再建のために動いてます。マルシラックさんは本当に有能な人で、スピナディロースラではとても尊敬されてました。私なんかまだまだですよ。はいはい、他人行儀な挨拶はそこまでにして。気を使うような間柄でもないでしょ。私のことを待ってたみたいだけど、もしかして彫像の件で何か進展があった？そうなのです。先ほど職人に連絡したのですが、彫像の造形がまだ決まっていないので、先方も素材のサイズを決められないようで。彫像？うん、実は私たちパパとママがスピナディロースラとポワソン町のために貢献してくれたことを記念して彫像を作りたいなって思ってるの。パパはこないだまでずっと「不義のカーレス」なんてお名を着せられてたから、罪人のために彫像を作るってなると論争につながりかねなかった。でも今はそんなお名も注いだし、ポワソン町もちょうど再建中だから最高のタイミングだと思うの。彫像の制作資金はカーレスさんとクレメンタインさんへの感謝を込めて町の人たちが寄付してくださったんです。私？私はただの現会長だもん。メンバーには毎日迷惑ばっかりかけてるしね。自分の彫像が欲しかったら少なくともあと数十年は努力しなくちゃダメでしょ。謙虚すぎるぞ。お前だってフォンテーヌを危機から救った仲間だろ。ええ、私もボスの彫像があってもいいと思います。それ以上褒められたら本気にしちゃうよ。なんてね、そこまで厚かましくないって。少なくともパパと肩を並べられるくらいになるまで待っててよ。ありがとう。まだ心の準備がね。フローレント、とにかく今は彫像のデザインをしなくちゃいけない。そうでしょ？ええ、カーレスさんとクレメンタインさんのポーズが決まらないことには職人も素材を用意できませんからね。ただポーズについてまだしっかり検討したことがなかったので、まずは私がいくつか選出してまいります。ボスには案をご覧いただき。そんなのいい。今この場で決めちゃいましょう。ほらついてきて。言ったでしょ、ポーズを決めるって。あんたがカーレスで私がクレメンタインね。さあ。それはちょっと。パイモンもさっき船で言ってたでしょ、カーレスとクレメンタインは仲のいい仲間だったって。私と旅人だって最高の相棒じゃない。フローレント、写真を撮ってちょうだい。かしこまりました、ボス。写真機を撮ってきますね。何かいい案ない？実はこの前もフローレントとちょっと話してたんだけど、どれもなんか普通だなって思って。多分私の中で2人のイメージが凝り固まっちゃってるのかも。だからあんたの想像力を借りて新しい案が生み出せないかと思って。準備ができましたよ。いつでも始めていただいて構いません。楽しそうなポーズ？ジョークを聞いた時に撮る反応みたいな感じ？写真を撮るタイミングがいまいちつかみにくいですね。これじゃあなんで笑ってるのか全然わからないんじゃないか？ええ、彫刻する難易度もかなり高そうですしね。じゃあ一人がジョークを言ってもう一人が笑うってのはどうだ？やっぱそれも大して変わらないよな。別のにしておこうぜ。おごそかっていうと、あ、わかった、こんなのはどう？スピナディロースらが最も輝いていた頃を思い出させてくれるポーズですね。でもなんかこれ明太のポーズがちょっと豪快すぎないか？そういう感じのやつじゃなかったんだろう？これじゃこの人こそがスピナディロースらの裏のボスなんじゃって疑われちゃいそうだぜ。確かに以前どこかの古新聞がそのような記事を出していましたが、その後何かしらの方法で記者ごと消されましたね。ただの例え話だ。おいらは聞いたくないぞ。フローレントの言った一件は記者にペンネームを変えてもらっただけよ。でもこのポーズは確かに2人のイメージをうまく表せてないかも。他の案をもうちょっと考えてみましょう。遠くを眺めるって船の上から遠くを眺めるみたいな感じ？じゃあこんなのは？おお、船長と船員って感じの雰囲気が出てるぞ。愛しいクレメンタインよ、あそこを見ろ。あの島の木々にモラがいっぱい生えているぞ。しかし絵面に少し違和感があるような。カーレスさんはもう少し背が高かったので。ああ、わかった。じゃあ解雇しましょう。おお、なかなかいいんじゃないか。この彫像は船に置くのにぴったしだと思うぜ。違う違う、彫像は街中に置くの。船に置いたらあんまり見れる人がいないでしょ。街に置くとなるとこのポーズの表現したいものは伝わりにくくなってしまいますね。じゃあもうちょっと考えようぜ。はあ、いくつかやってみたけどどれもなんか微妙だったな。おいらもう思いつかないぞ。気にしないで、写真に残したし少なくともいい記念になったよ。今のポーズは予備案にさせてもらうね。ああ、旅人と一緒に写真を撮るって分かってたら衣装や小道具を揃えておいたのにな。あ、衣装といえば街でやらなきゃいけないこと思い出した。アデルってこのことを覚えてる？覚えてるぜ。カーレスの事件を調査してた時に会った女の子だよな。そうそう、その子。あのあとね、やっと話してくれるようになってスピナディロースらに入りたいって言ってくれたんだ。私はもちろんいいよって答えた。でも子供は入れてあげられないから大人になってからねって言ったら、あの子にごまかしてるって思われちゃった。それでどうすれば信じてもらえるか考えていいことを思いついたの。スピナディロースらの制服を作ってあげるのよ。でも結局街でドタバタしてる間に衣装のことをすっかり忘れちゃってた。はあ、割と大事なことだったのに。ご心配なく、ボス。今すぐ人を手配して取りに行かせます。彫像の方ももっと案が必要ね。そっちもお願い。初めっからこうすればよかったじゃないか。まあそれもそうか、記念って意味ではよかったよな。ナビア、フローレント、戻ってきたぜ。どうだ、驚いただろう。え、君はコールタ、メロピデ要塞から戻ってきたの？ああ、やっとな。俺は自分が思ってたよりもずっとしぶとかったみたいだぜ。出てすぐこっちに向かってきたんだ。大げさじゃなく、町から魚の匂いが漂ってくるのが分かったな。どんだけメリッサの焼いた魚が恋しかったかわかるか？あっちじゃ毎日恋焦がれてたぜ。戻ってこれてよかった。相変わらず元気だな。そいつは？紹介するよ。彼もスピナディロースらのメンバーでコルタっていうの。前に有罪判決を受けてメロピデ要塞送りになっちゃって、今思えばこれもカブリエール商会、つまりマーセルの陰謀だったんだよね。ん？待て、マーセルさんが何だって？原始大会の水事件をまだ知らないのかい？フォンテーヌの水位が上がってなぜかまた下がったっつうことは知ってるが、それだけだと思ってたから詳細はまだ。まさかマーセルさんと何か関係があったのか？最初から説明してあげた方がいいみたいね。事件の間、ポアソン町でもいろんなことが起こってしまったの。まずはこっちの2人を紹介するね。この2人は私と一緒に数えきれないくらいの困難を乗り越えてくれた最高の相棒で、スピナディロースらが熱い信頼を寄せてる助っ人よ。おう、よろしくな。俺の知ってる限りじゃナビアがこんな風に誰かを褒めたことなんてないぜ。お前らやるな。確かにオイラたちがすごいのは事実だけど、ナビアに会う前からずーっとすごかったんだぞ。あら、私も誇りに思ってるのに、あんたって相変わらず謙虚ね。愉快。スピナディロースらは面白いやつにはこと書かねえな。そうだ、マルシラックとシルバーはあいつらいつもそばにくっついてたじゃないか。それはたくさんのことが起こったんだ、コルタ。見ての通り、ポワソン町は記憶の中の様子とは違うだろう。私を守るために2人は命を落としたの。俺を驚かせようと悪い冗談を言ってるんだよな。何も知らないからってわざと怖い話で脅かそうとしてるんだろ。ごめんなさい。2人だけじゃなくてたくさんの人が。メリッサも災いで帰らぬ人になった。マルシラックやメリッサが死んだ？あいつらが死んだのか。マルシラック、あいつにはサプライズをやろうと思ってたんだぞ。その、元気出せよ。コルターはマルシラックさんとは長年の親友だったんです。会の設立当初から様々な任務を共に遂行してきたのだから、無理もない。その、場所を変えましょう。何があったか一から教えるから。ちょっと重い話になっちゃうけどね。わかった。信じられない。そんなことが全部実際に起きたことだってのか？世の中どうかしてるぜ。私もバルシラックの死がすごく悲しいよ。マーセルの血も涙もない所業だって憎かった。てっきりマーセルさんは永遠にスピナ・ディ・ローソラの味方だとばかり。だってあの人の全てはうちの会が与えたようなもんだったじゃねえか。なのにまさかお前の命まで狙ってその狂った研究に使おうとしてたなんてな。安心してくれ。すでにカブリエル商会は解散したし、ロシも根こそぎにされた。長く続いた茶番はようやく終幕を迎えたんだ。本当か？マーセルがずっと裏切るつもりだったんなら、きっと裏でロムーフとも接触してたと思うぜ。ロムーフって誰だ？私も聞いたことない名前だけど。フローレントなら知ってるはずだ。あの頃純粋船を建設するにあたってスピナディ・ローソラ内部では大きな分裂があったんだ。あの頃ロムーフを筆頭とするメンバーの一部は純粋船のレール工事に財力を費やすより町の整備を優先するべきだと考えてた。でもカーレスさんは政府やフォンテーヌ科学院と協力できる機会は得難いもので、各方面との関係をより強固なものにするチャンスだと言った。純粋船はスピナディ・ローソラに商業的な収益だけじゃなく民衆からの名声ももたらしてくれるものだから、長い目で見てこの工事はかなり割のいいものだってな。だが結局双方の意見は一致しなかった。ロムーフは一部の奴らを連れてスピナディ・ローソラを離れ、カーレスさんを敵視するようになった。はあ、パパらしいわね。想像できるわ。結局その強固になった関係性はあの方が冤罪を被った時何の役にも立ちませんでしたけどね。ああ、まあそれがボスの独断専行の代償だったんだろうな。おいらも気になるぞ。そんなに気が強かったんならカーレスはよくスピナディ・ローソラのやつと喧嘩になったんじゃないか？ああ、日常茶飯事だったさ。でもなナビア、いや今はお前をボスって呼ぶべきか。カーレスさんはずっとそんな風なわけじゃなかった。昔は俺たちの助言にも耳を傾けてたんだ。それにクレメンタインさんも俺たちの味方だったから大抵は穏やかに進んでた。でも純粋船の件についてはクレメンタインさんも完全にカーレスさんと同意見だったんだ。そうだったの。でも私はロムーフたちの主張にも理がなかったとは言えないと思う。ちゃんと話し合うことはできなかったの？多分長年の恨みなのでしょう。この一件についてロムーフたちはうがった見方をしてました。彼らはクレメンタインさんは妊娠してから中立的な立場を失ったのだと考えていたのですよ。それで裏切られたと感じたってこと？それって明らかに違うでしょ。ママは別に仲裁するためにいたわけじゃないでしょうし、ママにだって立場を表明する権利があったはずよ。ああ、でもあいつらの目には裏切りとして映った。そうして調停者を失ったことでスピナディ・ローソラに希望を見出せなくなったんだ。その後クレメンタインさんが亡くなったことでカーレスさんは純粋船の建設を彼女の意思だと考えた。それでさらに相談の余地はなくなっちまった。なるほどな。ロムーフの勢力はその後スピナディ・ローソラとの決別を宣言しました。それから幾度かうちと衝突がありましたが、彼らの中には過去の情など一切見えませんでした。きっと彼らの目に私たちはとっくに敵として映っていたのでしょう。ただ今のところは彼らがマーセルと通じ合っていたという証拠はありません。ああ、それにあいつらの組織の運営状況は芳しくなくてもうずっと停滞状態だって聞いたな。だがまあ解散してない限りは相変わらず脅威だってのは確かさ。コルターの心配にも一理あるね。そのロムーフって人もマーセルもずっとパパのことを目の敵にしてたわけでしょ。マーセルの勢力はもう潰されたけど、ロムーフたちの動向は今もわからないままなんだよね。スピナディロース社を憎んでいるんだったら、ポア村長が弱ってる今は動くには絶好のチャンスね。うん、確かに彼らを監視下に置くべきですね。今すぐ手配してきます。うん、お願いね。コルターも情報ありがとう。大したことじゃない、礼には及ばないぜ。ところでボス、今から時間はあるか？気分転換に付き合ってくれないかと思ってさ。いろいろ聞いて未だに心が落ち着かないんだ。こんなに突然別れが来るなんて本当に。それじゃあ一緒に街を回る？そしたら私もついでにアデルの衣装を取りに行けて、フローレントにお願いしなくてもよくなるしね。あんたたちも一緒に来てくれる？コルタ、いいよね。あ、ああ、俺はもちろん問題ないぜ。じゃあ行こうぜ。その方が有意義に過ごせそうだしな。やっぱりあんたって最高の相棒ね。さあ行きましょう。乗らないのか？たまには歩くのも悪くないでしょ。小旅行だと思ってさ。向こうに着いたら数日泊まってから帰ってもいいね。俺も久しくこの道を歩いてなかったな。休みましょう。気分転換なんだし、目的地のことはあんまり気にしない方がいいよね。俺もいい年だからか、やっぱ昔のようにはいかないな。ま、幸いメロピで要塞にいた頃は作業のおかげで体を鍛えられたが。お前結構すごいと思うぞ。だってオイラたちについてこれたんだからな。純粋船がなかった頃は貨物を持ったまま北へ行って、そこから船に乗ってフォンテーヌ邸まで行く必要があったんだ。この道をマルシラックと幾度歩いたか。疲れたら芝生に寝っ転がって、腹が減ったら水辺で魚を釣って食べたな。あの頃スピナディロースらは順風満帆で、どんなやつも大儲けをするチャンスがあったし、カーレスさんも太っ腹で、俺たちも自然にやる気がみなぎってた。いつの間にか純粋船ができて、この道も寂しくなったな。はあ、分かってる。ただちょっと懐かしくなっただけさ。じゃあもう少しここにいましょうよ。スイーツは食べたくない？あ、ナビアが作ったマカロンか。おいらずーっと食べたかったんだ。そうよ、そろそろ食べたくなる頃かなって。待ってね、材料が足りるか確認してみる。マルシラックとシルバが用意してくれたものだけどね。うん、オーブンは問題ないね。材料は小麦粉と砂糖がない。一番重要な材料なのに。本当にわざわざ悪いね。毎回タダで食べさせてもらうわけにはいかないしな。オイラたちも野外で料理をするから、こいつなら材料を持ってると思うぜ。本当？よかった。それじゃあお願いするよ。スイートフラワーと小麦があればなんとかなるから。じゃあ俺は箱がないか探してこよう。簡易的なテーブルと椅子になるだろう。そうね。じゃあ私はオーブンの用意を。これで役割分担はバッチリね。どう？スイートフラワーと小麦は見つかった？いい感じ。あとは私に任せてちょうだい。お前の料理の腕は相変わらずだな。見た目も味も最高。ボスの菓子作りの腕は昔からスピナディローソラでも評判でな。才能があるのは周知の事実だ。ただの趣味よ。褒められるほどのものじゃないって。そういえばお前らはボスから深く信頼されてるし、いつもボスのそばにいるみたいだが、スピナディローソラに入る気はないのか？あからさますぎたか。向いてると思うんだがな。一緒にいたのはたまたまよ。私も長い間2人には会ってなかったんだから。冒険者はずっと同じ場所にとどまることはない。スピナディロースラの肩書きなんて旅人たちには束縛になっちゃうよ。それに私たちはたくさんの冒険を一緒に経験してきたんだもん。たとえ離れ離れになっても心はつながってるわ。たとえ遠くにいたって、オイラはこのマカロンのことを忘れないぜ。なるほど、二人に会えたのはすごい縁だったってわけか。そんじゃ俺もこの出会いをもっと大切にしないとな。それじゃ水で乾杯しましょう。あんたたちの旅が順調に行くこと、スピナディロースラが発展すること、私たちの友情が永遠に続くことを祈って。片付け終わり。じゃ進みましょう。アデルの未来の制服は町の知り合いに頼んであるの。取りに行かなくちゃ。どう？繁盛してる？スピナディロースラのお嬢様が来てくれなくちゃ、このしょぼいお店はすぐおしまいですよ。お前はコネも手段もたっぷり持ってるだろうが、そんな冗談誰も信じないぞ。でもってこの人はもうボスだぜ。あら、失礼しました。つい癖で。今日は完成品を取りにいらしたんですか？そうなの。さっきもフォンテーヌ邸に来てたんだけど、忘れちゃってたから。まあ、こんな些細なこと部下に任せても全然問題ないでしょうに。お嬢様が直々に来てくださるなんて。ナビアはいつも大げさだからな。大げさなんかじゃないよ。気分転換だって旅の重要な目的なんだから。新しい旅ほど癒されることはないでしょ。ボスの言う通りだ。少なくとも一人で落ち込むよりずっといい。少々お待ちくださいね。今すぐ取ってまいりますので。そういえばアデルはなんでスピナディロースラに入ろうと思ったんだ？具体的な理由はうまく言えなかったんだけどね。ただ私のことが好きだからって。あの一件の後だいぶ明るくなったんだよ。多分お父さんが期待を裏切るような人じゃなかったってことがやっと分かったからかしら。あの子ね、私のパパが怖かったからスピナディロースラはみんな怖い人ばかりなんだと思ってたって言ってた。でも今のスピナディロースラの雰囲気は変わったでしょ。それでやっと私と話す勇気が出て自分のことを分かってもらえるって思えるようになったみたい。うん、そうかもね。私は真相を探る中であの子を助けることになった。アデルも他の人が手を差し伸べてくるのをただじっと待ってるんじゃなくて、私みたいに自分から他の人を助けたいって言ってたよ。優秀なスピナディロースラのメンバーになれそうだな。私もそう思う。でもまずはあの子が健康に成長できる環境を作らないとね。選択は大きくなったあの子自身に託すことにする。あれ、どうしたんだ？えっ、尾行？わかった、私も見てくるわ。コルタ、衣装をお願い。ああ、わかった。やっぱり誰かいるぞ。上に上がったみたいだ。この、待ちなさい。面倒な奴らだな。まともな喋り方ができるようにちょっとしつけてあげないといけないかしら。野郎ども、回りくどいのはなしだ。やっちまえ。岩山八九、僕をたたえよ。気をつけなさいと。せっおとなしく白状なさい。あんたらは何者でどうして私たちの後をつけてたの？黙ってたらごまかせると思ったら大間違いだぞ。ボス、どうだった？怪我はないか？この程度の敵が私たちをどうこうできるはずないでしょ。はい、グズグズしてないで早く白状なさい。出立艇が来ちゃったら相談の余地もなくなるんだからね。俺たちは恨みを晴らすためにスピナディロースラを狙っていた。だがバレた上に負けちまった以上文句を言うつもりはない。恨みってまさかあんたたちは例のロムーフって人の手下なの？なんだ、知ってんのかよ。だったら俺らの恨みの理由は分かってるはずだ。そうだぜ、今のお前らに勝ち目なんじゃない。酒を飲んだ後、偶然街でナビアを見かけたんだ。で、ムカついたからちょっかいを出してやろうと思った。結局逆に捕まっちまったってこった。ああ、なかなか鋭いじゃねえか。だがそれがどうした？俺らは何もしなかったし、そもそもできるほどの実力もなかった。ただあんたらのことが気に食わなくて血迷っただけさ。聞いて、カーレスは死んだ。スピナディロースらとの間で過去に何があったとしても、これからのことは新しい始まりにしたいの。私はスピナディロースらの現会長よ。あんたたちのボスがもし何か文句があるって言うなら、直接話をしに来てよ。今回の一件についてはとやかく言わないでおく。これも私の心の表明よ。ああ、悪いな。今の言葉ボスに伝えとく。でも今後も似たようなことをしようとしたら、似たようなことを考えでもしたら、今度こそ絶対に見逃したりしないから。分かった？分かった分かった。おい、行くぞ。見逃して本当にいいのか、ナビア。パパが残した対立関係を丸ごと受け継ぐつもりなんかないもん。それに純粋戦のことについても、パパのやり方が完全に正しかったとは思ってない。相手に座ってお話ししてくれる気があるなら、私も喜んでテーブルにつくよ。いろんなことの新しい1ページを刻む時だと思うから。俺もボスのやり方に賛成だ。暴力を持って暴力を制すなんてのはかなり原始的なやり方だし、スピナディ・ロースラの哲学って観点から見ても美的センスが皆無だからな。うん、最近は向こうの状況も芳しくないから、大した騒ぎは起こせないはずってコルタンも言ってたしね。今はまさに面と向かって話し合ってみる絶好のチャンスなのかも。でもやっぱりロムーフの動向には気をつけといた方が良さそうね。もしこっちの警告を無視されちゃったら、やっぱり最後には戦闘になっちゃうと思うから。そうだな、あいつらだいぶスピナディロースらのことを嫌ってたみたいだもんな。そんなことにならなければいいんだがな。縁が切れたと言っても昔は家族同然だったんだ。そうね、あんたの言う通り。とにかくひとまず解決ってことで、しばらく厄介なことは考えないでおきましょう。さて、今日はもう遅いし、サンドル川で一晩休んで明日戻ろっか。後でフローレントに手紙を届けるよう手配しとくよ。今日の出来事を伝えて、ポア村長周辺に危険や不審者が迫ってないか注意してもらわなくちゃ。またサンドル川に泊まるのか？あそこって枕から水草の匂いがするんだよな。仕方ないでしょ、日差しも入ってこない水辺なんだから。ま、ポア村長も似たようなものだし、私はとっくに慣れてるけど。夜になったら店で焼き魚を食べながら飲み物を飲んで船歌を聴けるっていうのも、それはそれでいいと思わない？確かに。おいら心を動かされちゃったぜ。早く行こう、おいらも一緒に歌いたいぞ。親しみを感じるようになってきたぜ。スピナリロースラのフォンテーヌ邸での拠点がハレメルモニアみたいに豪華な場所だったらむしろ合わないって思っちゃいそうだぞ。確かにそうだね。私も同意見。でもパパはね、スピナリロースラが発展していった暁にはポアソン町もフォンテーヌ邸に負けないくらいの大都市になれるって、そんなビジョンを描いてたんだよ。大きな野望を持ってたから目先のことも過去のこともあんまり考えなかったの。だからこそ一般人とは違う特別な資質もいろいろあったんでしょうね。それもまた一部の奴らがカーレスさんを尊敬しつつ恨んだ理由でもあるけどな。よし、あんたたちは先に店に行って待っててくれる？私は中で少し準備をしてくるよ。ついでにあんたたちの部屋を整えてもらうよう手配するね。部屋は前回と同じよ。覚えてる？うん、まあ部屋は多くないしな。ああ、ここが貧乏臭いって言いたいのね。この今すぐあんたの枕に水草をいっぱい仕込んできてやるから。ごめんって、そんなことされたら本当に眠れなくなっちゃうぞ。冗談。じゃあ先に行ってて。これで俺は聖堂に戻ってこれたかと。俺が欲しいパーツ、あいつはまだ入手できてないのか。もう寝た？まだ起きてるよね。せっかく素敵な夜だからこのまま終わるなんてもったいないなと思って。そう思わない？ってことで釣りに行かない？道具は揃えてあるからさ。晩ご飯の前に言ってた準備ってこれのことだったんだな。すぐ行くから待っててくれ。邪魔しちゃった？それでこそ私の相棒だね。さ、早く釣りに行きましょう。自動釣り竿を使うのかよ。こんなの釣りって言えるか？え？ダメなの？こういう釣り竿ポアソン町じゃよくあるけど。釣りってこう精神を集中させて浮きを見つめながら針に食いつくタイミングを見計らって釣り上げる瞬間を楽しむものなんじゃないのか？それも確かに一つの楽しみ方だよね。相棒、あんたはどう思う？じゃあ次は普通の釣り竿を使ってどっちがたくさん釣れるか勝負しましょう。それよりナビア、なんでお前はこんなに元気いっぱいなんだよ。こんな遅い時間、おいらでさえ眠くなってきてるぞ。生まれつきってところかな。それだけか？詳しく説明し始めたらもっと眠くなるかもよ。でもそうね、多分だけどスピナディロースラとママのおかげかも。パはちっちゃい頃からずっと私に現実離れした期待を寄せてた。パパと同じようになってほしいって押し付けられれば押し付けられるほど話を聞きたくなくなるんだよね。でもママの方はそうじゃなかった。私に対してママが望んだことは一つだけだったんだって。それはね、私が楽しい日々を過ごしながら大人になれますようにってこと。スピナディロースラのメンバーたちはみんなママの考えを尊重してるから、私がどれだけはしゃいでも甘やかしてくれるの。想像できる？私が何かやらかすとね、マルシラックとシルバも含めたみんなが2列にずらーっと並んで、パパ一人だけが激怒するの。でもみんな黙りこくって何にも言わないでしょ。そしたらだんだん大した問題でもないことにずっと怒ってるパパの度量が小さく見えてくるの。それで最後にはパパも黙るしかなくなるってわけ。そんなこともあったのかよ。うん、思い返すとみんな本当に優しい人たちだったんだなって思うよ。小さい頃の私はやりたいことなら何でもやれるって思ってた。だって後始末をしてくれる人がいつもついててくれたんだからね。でもある時マルシラックが怪我をして、ついに原因は教えてくれなかった。でも私にはわかる。あれは私のせいだったんだってね。過ちの責任を負う人は必ず存在する。だから周りを大切にすればするほど過ちは犯せなくなるの。だって罰が下された時、みんなは身を挺して代償を支払おうとしてくれるんだもん。ごめんね。こんな話持ち出すべきじゃなかったよね。今夜は悲しい話をしに来たわけじゃないんだし。とにかくスピナディロースラが今みたいな雰囲気になったのは絶対にパパじゃなくてママのおかげだと思う。これってもしかするとママからの愛を感じるための唯一の方法かもね。私ね、ママの優しさを受け継いでいきたい。だから昼に会ったやつらを見逃してやったのか？そうね、過去の出来事から学んだ教訓ってやつかな。少なくとも独りよがりにはなりたくないの。あれ？見て、浮きが動いてる。でもなんで釣り竿が糸を引いてくれないんだ？多分パーツの不具合じゃないかな。こんな釣り竿を組み立てるの初めてだったから。逃がさないで、捕まえるのよ、早く。おいらもやるのか？お前！これ以上時間を無駄にできないぞ。ボスの忍耐にも限界がある。明日になったら即行動だ。あんたは勝手にすりゃいい。自動釣り竿が動かなかったのもパーツが一つ足りなかったせいだったから、そう考えてみるとお互いフェアだったってことになるかも。欠けてたものの数ってことで言えば確かにそうかもしれないけど、おいらもうこれ以上起きてられないぞ。じゃあさっさと休もっか。今日は楽しかったよ。うん、また明日。昨日はよく眠れた？ヒトデと一緒にダンスパーティーで踊る夢を見たぜ。ヒトデが多くてなかなか楽しかったぞ。あっお前なかなかユーモアセンスがあるんだな。ほら面白いって思ってくれる人だっているぞ。さて行こっか。帰りは私が手配するから船でポアソン町まで帰りましょう。アデルもきっとあんたたちに会いたがってるはずよ。お前が用意したプレゼント気に入ってくれるといいな。うん、喜んでくれたら何よりなんだけどね。フォンテーヌ邸であんたにプレゼントを買ってきたよ。わあ、ボスありがとう。何言ってるの、この子ったらナビアお姉ちゃんでしょ。いいのいいの。それとね、プレゼントだけじゃなくてサプライズもあるんだから。ほら久しぶりだな。あなたたちだったのね。お久しぶり。その節は本当にありがとう。フォンテーヌ全土を救ってくれたって聞いてるわよ。本当に大英雄ね。本当にすごいよ。こんなにすごい人とお友達になれたナビアお姉ちゃんもすごい。この中何が入ってるの？開けてもいい？もちろん。スピナディロースラの制服だ。私にくれるの？でもサイズが大きすぎて着れないよ。未来のあんたへのプレゼントだよ。この前スピナディロースラに入りたいって言ってたでしょ。そう言ってくれて本当に嬉しかったからさ。でもスピナディロースラはみんなの安全を守らなくちゃいけないから、メンバーはいろんな危ないことに出くわすことになる。あんたはまだ小さいし、あんたのママにも心配はかけられない。だからこないだは大きくなったらまたおいでってことであんたを断ったの。で、この服はその約束の証よ。そうだったんだ。うん、わかった。ナビアお姉ちゃんありがとう。頑張って早く大きくなるからね。はは大きくなることは頑張るものじゃないぜ。辛抱強く待つことだ。娘のことを気にかけてくれて本当にありがとう。スピナディロースラがいつも面倒を見てくれているおかげで、私たち親子はかけがえのない人を亡くしてもなおぬくもりと安心感に包まれていられる。遠慮しないでよ。スピナディロースラに所属してるかどうかに関係なく、ポアソン町にいる限りはみんな家族なんだからさ。ボスフローレント、どうしたの？大変です。ロムーフの仲間たちがポアソン町の付近に集まってきています。爆弾を持ち運んでいるようで。爆弾一体何をするつもりなの？かなり前から準備していたものと思われます。昨日ボスからの手紙を受け取って間もなく、メンバーと共に調査に取り掛かりました。ですがロムーフたちも情報を得ていたようで、全員がすでに拠点を撤退してしまっていました。後を追ってみたところ、まさかポアソン町にたどり着くとは。もしかして昨日フォンテーヌ邸で衝突したせいで警戒させちゃったか？座ってお話ししてくれるつもりなんて相手には1ミリもないみたいだな。こうなると知ってれば全員を出立邸に引き渡してたのに。ごめん、私が甘かったみたい。でも今更うじうじ反省してたってしょうがないよね。フローレント、そいつらは爆弾をどこに仕掛けたの？ボーソン町の東側の丘に、クレメンタイン線の近くです。まさかクレメンタイン線を爆破するつもり？その可能性が高いな。ロムーフの連中はスピナディロースらとパパを憎んでるし、そもそも彼らの仲を引き裂いたのも純粋戦だったわけだもんね。クレメンタイン線を爆破なんてしたら無数の瓦礫が丘を転がってボアソン町に降ってきちゃう。あいつらおかしいぞ。だってここには一般人だってまだたくさんいるんだろ。ええ、長い時間をかけて復讐の計画を立てていたなら、あいつらも今回のチャンスを見逃すわけにはいかないはず。今すぐ住民を避難させるのよ。岩窟の入り口から離れて転がり落ちてくる岩に引かれないよう気をつけてって周知しないと。船の上に避難させましょう。あそこが一番安全なはずです。相棒、クレメンタイン戦を任せていいかな。起爆を許せばポアソン町にいる人たちだけじゃなく、運転中の純粋船だって巻き込まれちゃう。まずは奴らの強行を止めるのよ。その後でまとめてケリをつけてやる。オイラたちに任せろ。ナビア、お前たちも気をつけろよな。行こう、フローレント、コルタ。こっちも早速動かなきゃ。コラリーさん、あんたも早くアレルを連れて船へ。ボス、危ない。何をする気だ、コルタ。邪魔な奴がやっといなくなったと思ったら、今度はお前に邪魔されるとはな。まさか誘導作戦？コルタ、あんたもロムーフの一味だったわけ。そういうことだったのね。連中の企みをとっくに知ってたからこそ、わざと近頃の状況が芳しくないっていう偽の情報を吹き込んで、こっちの警戒を緩めようとしたんでしょう。ちょっと正しくないところがあるな。奴らと俺の立場は確かに似てるが、ああいう過激なやり方には賛成しない。俺が憎んでるのはナビア、お前一人だからな。こっちへ、気をつけて。ロムーフは約束してくれた。ナビアさえ始末すりゃポアソン町には手を出さないと。だがお前は始終あの邪魔者と一緒にいて、手を出すチャンスを訪れなかった。そんで見ての通り、ロムーフは待ちきれなくなったのさ。もともとは俺だってここにいる必要はなかったんだけどな。たとえこのクソったれの土地に埋もれる羽目になっても、俺はこの手でお前を殺したいんだ。なぜ？なぜかって？何にもしちゃいないから、そんなアホな質問ができるわけだ。お前は昔のスピナデロースらがどれだけ輝いていたか知らない。ポアソン町が最も栄えていたあの時期を経験したこともない。だが俺は違う。俺はこの目で見ていた。それなのに全てが消えていくのを黙って見ていることしかできなかった。全部貴様のせいだ、ナビア。クレメンタインさんはお前のせいで死んだ。カーレスさんが死んだのもお前のせいだ。マルシュラックとシルバもお前のせいで死んだんだ。それ以外にもあれだけの人間がお前のせいで死んだ。つまり何も知らないという風に振る舞っていたのも、初めから私たちを騙すためだったわけだ。ああ、要塞から出た時点でマルシラックのやつが死んだってことは知ってたさ。お前らにこの気持ちがわかるか。あのクソみたいな水の下で俺は真剣に考えてたんだぜ。水の上に出れたらまずはマルシラックに謝りに行こうってな。昔純粋船のことで大喧嘩したからな。あいつの脳みそには忠義しか詰まってなくて、自分の思考能力ってやつを全く備えてねって俺は思ってたんだ。あれからあっという間に時は過ぎ、理解してやれるかもしれないと思ったところだったのに、スピナディロースらの栄光の時期を一緒に思い出せそうだと思った矢先に、あいつまでがお前のせいで死んだんだ。またお前だナビア。俺はかつて誰よりもスピナディロースラとポアソン長を愛しく思ってた。だが今の俺の目に映るのは惨めな光景ばかりだ。美しいものは何もかもお前に滅ぼされちまった。ボス、こいつの話を聞く必要はありません。こんなものはデタラメ以外の何でもない。なあ、こういうふうに考えたことはあるか。周りの連中は実はさほどお前を気に入ってるわけじゃないってさ。こう考えたことは、お前が尊重してもらえたのはただ単にお前がカーレスとクレメンタインの子供だからであって、お前自身は何者でもないんだと。さらにこういうことを考えたことはあるか。ここの住民がポアソン町に残ってるのはお前を思ってのことじゃない。ただ昔の思い出を手放したくなかっただけだってな。だって罰が下された時、みんなは身を挺して代償を支払おうとしてくれるんだもん。うん、思い返すとみんな本当に優しい人たちだったんだなって思うよ。本当にただ優しいだけだった。勝手なこと言わないで。私はナビアお姉ちゃんのことが好き。お母さんだってそうだよ。うまく言葉にできないけど、好きなものは好きなんだから。マルシラックさんが生きていればきっと君に心から失望していただろう。スピナディロースラの歴史上で起こったあまたの不幸を全てボス一人のせいにするなんて。どけフローレント、お前には手を出したくない。引くつもりはない。構わず手を出すがいい。ボス、危険な状況です。もう迷っている暇はありませんよ。あんたの目から見たら、今言ってたことが現実なのかもしれない。でも私は、みんなからもらった愛は、どれも真実だと思ってる。みんなからの愛は、どれも確実に。私を助けてくれたから。だから、私はこの事実を信じるよ。そんで、スピナディロースラが私の心の中でどれだけ大きい存在なのか、あんたに思い知らせてあげる。これってサンダル？避けられる？よっとほっはっファイヤー！ま、岩元素なんだけどね。あと何発でしょう。避けられる？撃ち続けて。うんうん、いい感じ。フローレント、こっちは任せたよ。一刻も早く他のメンバーたちを集めて町のみんなを避難させて、それからこっそり紛れ込んだコルターの仲間がいたら速やかに制圧するの。一般人に害を及ぼす隙を与えないで。私は危険に立ち向かってる相棒を見捨てるわけにはいかない。かしこまりましたボス、今すぐに。ナヴィア、本当に大丈夫かい？わからない。でも行かなくちゃ。なんとしてもクレメンタイン戦を守らないとな。早く行こうぜ。アクアロードを爆破したいんなら、奴らはきっと柱の近くに爆弾を仕掛けてるはずだ。はい、チーズ。騒ぐな。形の穴があるな。もうこれ何なんだ？確かにそうかもしれないぞ。じゃあ鍵はやっぱりさっき倒したやつらが持ってたのか？そういうことなら手分けして探そうぜ。これでナヴィアたちもきっと多少は楽になったはずだぜ。確かに他にも爆弾が仕掛けられてたらまずいもんな。じゃあ行こうぜ。ティエリーから聞いたが、今は敵対関係にあるとはいえ、昔はスピナディロースらの仲間だったそうだな。この件について直接協議して解決する気はあるか？あいつらと交わす言葉なんてないよ。恨みや怒りがあるからって人々の安全を完全に無視するような連中がまともに会話できる思考回路を持ってるとは思えないもん。法律にのっとって相応の措置をとって。スピナリロースらからは何のコメントもないから。分かった。この度のご協力に感謝する。おかげで甚大な被害が出ずに済んだ。さあ撤収だ。奴らを全員連行しろ。やったなナミヤ、おいらたち守り通せたんだ。お前本当にすごかったぜ。そうね、本当間に合ってよかった。元素力を使いすぎたせいかも。私は平気だから気にしないで。普段ならこういう風に褒めたら絶対にドヤ顔で返してくるはずだろ。いつものナビアと違ってなんか変な感じだぞ。ボス、ポワソン町に潜伏していた者たちも全て捕らえました。出立艇に連れて行ってもらいます。今回ロムーフたちが総力を挙げてことに当たっていたおかげで一網打尽にすることができました。これからは頭を悩ませる必要はなくなるでしょう。そっか、そこは良かったね。コルタ、あんたの考え理解できないわけじゃない。失われたものは取り戻せないからこそより大切に見えるものよ。私はカーレスじゃないし、これからもカーレスになるつもりもない。あんたが愛するスピナディロースらとポワソン町はもう二度と戻ってこないの。それでも私は考えを変えたりしない。これは最初からやり直すチャンスでもあるから。今後スピナディロースらは稼いだモラをポワソン町の整備にもっとつぎ込むし、私も純粋船の路線を変える方向で動いてみるつもり。いつかポワソン町のみんなも純粋船の恩恵を受けられるようにね。言いたいことはわかる。カーレスさんなら決してこんな風に話はしなかっただろうな。だがどうにもならないことがありすぎる。お前も俺もだ。あんたはもうスピナディロースらの一員じゃなくなった。けどあんたが再び自由を手にした日にもう一度ポワソン町に帰ってくる気になったらこっちは歓迎するよ。ありがとうナビア。ボスはやはりお優しいですね。運には恵まれないけどね。ありがとう、クレメンタイン船を守ってくれて。正直言うと私怖かったの。カーレス船をいつ復活させられるかもわからないのに、この上クレメンタイン船まで壊されちゃったらもうどう向き合えばいいかわからない。名前はある種の刻印なの。毎日見えるクレメンタイン船を失えばきっとまたママを失った気分になる。でも今もクレメンタイン船はちゃんとあそこにある。本当によかった。なあ、一体どうしちゃったんだよ。疲れてるっていうよりなんか落ち込んでるように見えるぞ。ボスには少し時間が必要ですね。うん、ありがとね。ちょっと手を貸してくれる？なんだか力が抜けちゃった。旅人、危聞きたいことがあるの。絶対本当の気持ちを答えてほしい。あんたは本心から私を相棒だと思ってくれてる？もちろん。そっか、よかった。そう言ってもらえて本当にほっとしたよ。調子はどうだ？休んでちょっとは元気になったか？うん、ちょっとはマシになった。でも多分あと1日か2日くらいは欲しいかも。ごめんね相棒、さっきは変な話をしちゃったけど気にしないでね。今までは私もそう思ってたよ。でも私って多分自分が思うほど強くないのかも。コルターがパパとママ、それからマルシラックとシルバのことに触れたでしょ。まさにあの人たちのおかげで私は今まで生き抜いてきたんだ。あの人たちは後悔してないのかな。私がこうして生きてることで一体誰が幸せになれたんだろう。そんなこと考えるなよナビア、お前は十分よくやってるぞ。他のやつのことなんか知らないけど、オイラもこいつも永遠にお前の味方だからな。こうなったらもうこれ以上隠しておくわけにはいきませんね。ボス、私も黙っていたことがあります。皆さんどうぞついてきてください。準備が整っている頃でしょう。私もうこれ以上の真相には耐えられそうにないよ。どうかご安心を。きっと嬉しいサプライズになると私が保証しますよ。いざ。みんな揃ってどうしたの？これ何？町の皆さんがボスのために用意したプレゼントですから、ちゃんと完成してからサプライズでお送りするつもりだったのですが、状況が状況ですし、ボスがこんなに落ち込んでいる姿は見たことがありませんからね。先にプレゼントのデザイン図だけをお持ちしました。私そんな目で見てわかるほどやばかった？準備はいいですか？布をめくりますよ。うん。これってパパとママ、それに私も。クレメンタインさんの姿は昔の写真や皆さんの印象を参考に描かれたものです。これってまさか前に言ってたあの彫像のやつじゃないか？ご明察。実は彫像のデザイン案はとっくに決まっていて、すでに制作していただいているところだったのです。ボスに悟られないようポーズ決定についてご相談した次第です。カーレスさんとクレメンタインさんだけじゃダメだろう。まだ若いのにロッシのことといい、ポア村長再建のことといい、ボスの努力をわしらは全部分かっとるからな。彫像を建てるにふさわしいと思います。昔のことは知らないけど、今のスピナディロースらがいいとこだってことは私にもわかるよ。ナビアが言ってくれれば私たちも安心できるわ。皆さんがここに集まってくれたのは、ボスに伝えたいことがあるからです。私たちは過去の繁栄に夢を見たからではなく、ボスを信じているからこそここに残ったのですよ。オイラとこいつもそうだぞ。あんたたち本当にありがとう。みんなの行為無下にするわけにはいかないね。本当とんでもないサプライズだよ。夢にも見なかった。ママの隣に立てる日が来るなんて。